登録者数奪い合いバトル。プロット元祖ヒロイン、ヒサメ死亡フラグの可愛さによりカレコレとフラグが登録者数を大きく二分し、テーペン、ブラック、エンマちゃんは残り少ない数字を哀れに分け合うのだった。あらすじってこんな感じでいいのか。どうして私がこっち側なんですか。私はヒロイン、つまり唯一神ですよ。ヒロインにそんな意味ねえから。円満解決、エンマちゃん。まあいいです、こっちには秘策メガキャンがあります。またいかにもな悪だくみを。つーか、ちょっとやそっとじゃあの人気ぶりは揺らがねえと思うが。おお、ヒサメタン今日もパーフェクトビューティー。俺は死亡フラグちゃん派だぜ。非乳はステータスだ、希少価値だ。今何か言いました？レイジさん、脳みそがちっちゃいから忘れちゃったんですか。唐突の悪口。私、エンマですよ。生前の行いの全てが記されているエンマ帳、これを使えばどのチャンネルも普段の素行の悪さ、知られざる悪行、全てが丸裸ってわけですよ。なんだ、これもエンマ道具の影響ってやつなのか。どんな悪事も今まさに生中継、出張エンマ裁判最低です。地獄の審判。ここ何？これで他人の悪いところを晒しつつ自分は人気を上げることができますよ。変なの。鬼ヤバですね。じーさあ、やつらの隠されたスキャンダルを暴きまくって人気を。何これ。何勝手に触ってんですか、ガキンチョ。あっち行けです。おい、登録者減ったぞ。あー、もう鬱陶しい。まずはお前からです、被告人サトシ。俺？ここに映るは紛れもない真実、エンマである我が前に嘘や虚飾は通じぬものと心得なさい。さてさて、何時の罪は。透明人間になって泥棒、カンニング、スカイタワーからジャンプ、なんて欲深く罪深い極悪人です。そうか、子供なんてこんなもんだろう。無邪気で可愛い。ちょっと人気上がってるぞ。なに、鬼ヤバですね。じー、出ましたね、この悪魔。どうも悪魔です、サトシ君がお世話になってます。じー、そのいかにも余裕なうさんくさい態度、今日で崩壊させてやります。ブラック、ブ乗ってない。そんなはずは、エンマ帳には全ての生き物の人生が。俺ちゃん悪魔ですので。秘密の多い男っていいよね。そういう方向で人気出ることもあんだな。ギャ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 。こんな奴ら最初から眼中にないです。大した悪事もできないでしょうし。何せ背負ってる看板がでかすぎますからね。やめとけ、そこいじっていいのかわからんから。こいつらは用済みです。うもっと確実に暴露で登録者数を減らせそうな奴は。パンダの秘密。え、何、ここどこ。被告人パンダ、こいつはいかにもな汚れキャラです。自分のことか。誰が汚れですか。ひどいな、僕は清廉潔白そのものだよ、この真っ白な体のようにね。黒混じってない。白も黒もエンマ帳を確認すれば一目瞭然。猫を道端に捨てるなんて最低最悪です。それは違うぞ、天敗の言う通りです。勝手に裁判に割り込まないでください。これはパンダが捨て猫の世話をしてやってるシーンだ。いまいちまずそうな猫でしたね。お前あの時そんなこと思ってたの。元気かなパンダ。あの動画感動した。パンダって本当は優しいのよね、素敵。なんか向こうのが人気出てないか。これは普段好感度の低いキャラがたまにいいことすると好感度が跳ね上がるやつ、映画版ジャッの法則です。もう畜生どもに用はありません。とりゃ今度はクズ以外に特徴ないやつの裁判開始です。うわ、何ここ。お金を稼ぐためとあるアルバイト。被告人モブオ、何時の罪をしかと見つめるべしです。ちょっと待ってよ、俺何も悪いことなんてしてないよ。解きました。ゲゲ、一方的な言いがかりで裁判を開くなんて死亡フラグです。そうだそうだ、ただ俺はちょっと他の人より欲望に忠実なだけだ。ちょっとってレベルかこれ。つまらない言い訳ですね、あなたのゴミくずっぷりに視聴者の反応もご覧の通り。あー、でもこれっていつものモブオだよな。てかフラグちゃん可愛くね。死亡フラグちゃん最高。はい、ストップ、閉店閉店です。せい、 あのちびっこ死神め、どこまで私の邪魔をすれば気が済むんです。
胸はないくせに人気はあるなんて。おい、好感度下がってるぞ。評判、他の奴らの評判を下げないと。こいつはどうです。こういうそつのないイケメンキャラこそ本性はやばかったりするもんです。見た通りのイケメンだな。よくわからんが、褒めてくれたのか、ありがとう。けど、閻魔帳には真実が書かれてますからね。あなた本当はいくつです？三輪車は便利だし、みんなと遊ぶのは楽しいぞ。でも最強キャラってとこがギャップあっていいよな。むしろこういうところは可愛いのよ。こいつら、盲目すぎます。おら、お前、さっきから敵に塩しか送ってないぞ。やつらの評判をガタ落ちさせるネタは閻魔帳の一番嫌な使い方だろうな。本当のスキャンダル。その道具、鬼ヤバですね。勝手に見ないでくださいよ。暴露で視聴者数を稼ぎたいなら、もっと過激な秘密を暴いてはいかがでしょう。なるほど。お主も悪ですね。悪魔ですから。特大スキャンダルで奴らを引きずり下ろしてあげますよ。じゃあ電気消すね。はい。なんですかこれ。まさかこんなやらしい関係を隠してたなんて。誰が影なんかと。それはこっちのセリフだっての。私、無謀さんのことなんてどうも思ってません。そうだ、その通りだ。俺とフラグちゃんなんて一番何も起こらない組み合わせだよ。え、なんすかこの流れ。エロくない恋バナなんて興味ないじゃん。どいつもこいつもどうでもいい話しやがって。ぶっ放してやる。これで登録者数はガクッと下がるはず。恋バナっていいよね。モブロとフラグちゃん、応援するぜ。何が起こってるんです。好きな人の幸せを素直に喜ぶ層には刺さるってわけか。まあつまり登録者たちはみんな優しいんだ、お前と違ってな。レイジさん、私なんだかレイジさんのこと近づくな。あ、すまん、本能的な拒否感が。そこまで。本当はこんな汚れやく嫌ですよ。お、ちょっと増えてる。お前の性格で今更正統派ヒロイン売りは無理あるよな。私これからどうすれば。最低な展開。俺ちゃんが教えてあげましょう。あなたの考え方は間違っていません。もっと振り切ることです。チャンネル登録者さえ見たくないような真の裏側を晒すのです。真の。あなたにはそれができるはずです。今までのやり方じゃまだまだ生ぬるかったんですね。おいエマ、一体何を言われたんだ。過去動画にさえ出てこない本当の秘密ぶちまけてやりましょう。実はこのキリン、乳首の毛を大事に育ててるんですよ。やめてくれ。まだ美人人妻にも知られてなかったのに。さらに閻魔帳によれば、このキリンとかいう生き物が2つあるそうです。この変なパーカー野郎なんて実は豚なんかだそうですよ。誰にも言ったことないっす。俺様がバラす前にバラしやがってな。もうお嫁に行けない。おいエマ、さすがに品性疑われるぞ。疑われてなんぼです。炎上系で登録者をガンガン増やしますよ。くさー、こんなのひどすぎるぞ。キリンさん、大丈夫っすか。こんなキリン初めて見たぜ。俺の大事な秘密を暴露しやがって許さない。なんか嫌な予感がするんだが。
お金欲しい。お金欲しいな。チャンネル登録者増えたらな。チラ。登録してくれたらな。チラチラ。